はい、どうもタイガです。お疲れ様です。というわけで今回ですね、はい、キメラしかいなかったんで、自分もキメラ使おうかなと思います。で、裏をですねどうしようかなって迷ったんですよ。で、まあ、キメラブルガが圧倒的に多かったんですよね。で、あのキメラブルガが多いならばどっちがいいのかなって思ったんですけど、とりあえずバルガで行きます。はい、でバルガで行って、まあ、ブルガ来ると癒すけどキメラは枯れるんで、バルガで行ってみようかなっていう感じ。まあブルドラにしても良かったんですけど、とりあえず今回はキメラバルガで。というわけで、よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そしてチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではやっていきます。はい、というわけでお相手キメラですね。いややばいっすねこれ。あの前回コラボ猫のリーダーでやった動画あるじゃないですか。あれも含めるとキメラ5連戦なんですけど、キメラ多いな、貴様多いぞ。まあ間違いなくブルガが来ると思うんで、バルガの使い方だけ注意って感じですかね。中型で圧掛けできる中型をしっかりと合わせて引いていきたいなっていう印象。これでいきましょうか。シャークがいるんで、最悪クレフラ前線切ってブルガ切らせる。で、ブルガ切らしてそれ引っ張ってキメラで潰す。それに対してバルガ合わせるっていうのもありかなと思います。クレフラは生贄。まあ相手にチビドラとか、エルフとか、そういう遠距離キャラがいるかいないかをちゃんと把握してからですけどね。なるべく中型は切らないでいきましょう。シャーク1本は切っていいけど。バイク。取られちゃった。ビートルか、しかも。で、バイクってことはですね、こっち切れないんですよ。クレフラ。射程負けてるんで。ちょっとまずいですね。まあ、そうきますよね、と。ちょっと引っ張り、クレフラ。食ったマジ食ったけど、これ絡まれるんで、ここもキメラ正面、ブルドラ無理、怖い相手のキメラ、相手にキメラ切ってもらって、ここはしっかり止めて、あとは散った。取られ散った。取られんのは良くない。取られんのは良くない。ん？そこからあるのか。あ、でも多分大丈夫じゃないこれ。どう？ダメかな？ダメかな？え、バイク強くなってね。めちゃめちゃ。ダメもしかして。いや、ダメかこれ。押し切れると思った。やったな、惜しいな。バルガの判断は悪くなかったと思うんですけど。で、ブルガロでしたね。ブルガじゃなくて。いや、持ってないな、みんな。行くか、でも。行くか。ちょっと。いや、受けてもなかった。はい、というわけで、6連戦キメラですね。で、お相手フレンドっすね。キメラしかいない。マジで。まあ、だからキメラ使ったんですけど。やばいな、本当に使用率すごいな、今回。いやでもね、キメラだらけになるのは、まあ予想できたじゃないですか。猫を暴れバトルで。予想はできたけど、ここまでなるとは思わなかった。行きましょう。まあ、二次カニでゴーって感じですね、とりあえず。ただね、二次カニが刺さるかわかんないな。もし二次カニが刺さるようであれば、あの、キメラカニ固定とかでやろうかなと思います。あまりにもキメラが多すぎるんで、どう考えてもキメラ多いですね。ただね、大丈夫かなっていう、その、さっきも言ったんですけど、キメラに対してカニ出して吸い込まれたら終わるんですよ。それだけ本当に怖いんで、ちょっとなんとも言えないですよね。何パーなんだろう、吸い込み率。50% ぐらいあるんじゃねえかなって思ってるんで、わかんないですけど。さあ、とりあえずカニいっちゃうもん。これめんどくさいんで。さっきもいっちゃって。で、後ろハービーね。OK。で、ベビーで隠して。本当はね、最初のあれハーピーで見て、よいしょ。あー、来ましたね。早速。噂をするアンテナ。サーキバスが、わちゃわちゃにされると。お、でもなんかサーキバス生きてんじゃね？これ、偉いっすね、これ来たの。耐えてもらって、これでも全開、とりあえずね。一応ね。さあ、ここをしっかりと見て、OK？ あ、OK、OK、いいよ。取れたのでかいな、今の。
で、お相手が多分これ積んだんじゃねえかな、もう。多分ですけど。多分ね、積んでると思うんですよ。これなんですよ、君の目やばいの。あ、ホックスか。あ、じゃあ積みっすね。丸が終わり。周りでこれキャラいないんで、そのキャラ。終わりっすね。終了。お、跳ね返してる。お、跳ね返してる。あ、じゃあカニにしようかな。手のひらくるくるしてるけど、カニにしようかな。こんだけちゃんと跳ね返して、すごいなったら。ねえ。こんだけ吸い込まれないな、感じしようかな。まあゴスカニホックスはね実際強いんですけど、まあでも大丈夫ですね。お、代わりに相手がソラキャラ引いなかったんで OK。 というわけで完勝。誰だろうこれ、フレンド465っすよね。もらえるかな。あーでもちょっと落としてますね。まあでも行くか。ただ、ブルガでしょ？まあ、相性悪いですけど、いきますか。これで、キメラ7連戦キメラ7連戦いやー、ブルガか。誰かな、わかんないな。まあ、頑張りましょう。カニって思われてるか、バルガって思われてるか、どっちかわかりませんが、多分、対空は引いてくるんじゃないかなと思います。ブルガは普通に切ってくるけど、対空は引いてくるみたいなパターンじゃないかなとは思うんですけど。行ってみるか。カニはいないけど。まさか。誰だろう？切れてそう。ってきますよねって感じ。でもこれ撃たれちゃうとな。これ取らないかもしれないから、嫌なんだけど。あ、出せたな、ネズミは。あ、取れなかった。まあ、残念、しゃーなし。うん？裏カニか？もしかして。いや、それはないな。もうブルガ出てきたら大体ブルガだな。OK？ さあ、倒してほしい。OK？ さあ、ケルベにカニに、まさか。あと1枠なんだ。あ、もう全部出てるわ。マジか。よいしょ。もう全枠出ちゃいましたね、こっちも。さあ、これで出てくるのは当たり前ですけど、カニっすね。で、このこいつも、本当はあんま見たくないですけど、見るしかないんで、見ましょう。後ろ下げてから、遠吠え。OK？ え、待って、ウルフ2枚出し負けてんの？それは聞いてないな。なんかキメラも後ろに構えられてるんだけど。さあ、これで砦を削りに行きたいんですけど、キメラの位置固定できなかったな。さあ、ブルガ来い。負けた。でも取れ取れますね、この感じ。 OK。 これワンチャンあるんじゃないか。どう？ないかな、ワンチャン。なんか取られてんな、さっきから。ここは抑えられるからいいとして、無理か。惜しいな。もうちょっと早くキメラ引っ張れたらバルガもっと奥まで行ったな。もったいないことした。おっと、キメラじゃなかったぞ。まあでもハンデのキャラなんですけど、キメラじゃなかったっすね。キメラかと思ってた。プリキャ、最後はプリキャス。まあ猫大暴れで、本当に猫っすね。いや、キメラかと思ったな。全部キメラ来てね、あ、面白い結果で終わるかなと思ったんですけど、全然キメラじゃなかった。あ、これでいきましょう。プリキュア。
1030しかいねえ。お、じゃあ持ってんのかなこの人は。じゃあしましょうか。プリキュア使っててこういう名前にすんのか。誰だろう。持ってる人でプリキュア使ってる人で持ってる人で多分名前を変えてまで悪口言う人知らないですよね。あ、載せないと思ってんな。誰だろう。いや、せいやんさんあんまこういうこと言わなそうだけどな。でもなんか本当に強火を持ってるプリキュア使いってせいやんさんかデンデさんしか分かんない。でもデンデさんも言わなそう。分からんな。誰だろう。え、ずれてんだけどお前。頑張ってほしい。頑張ってほしい。あ、本当に？もういいでしょこれ。あのクレスはちょっと やりたくないんで、キャラ使わされすぎるのも良くないんで、一回待ちましょう。さて、これさぁ、ちょっと怖い点があって、勝てるかなこれ。ちゃんと。なるほど。え、あのミルで食われたの？あのミル食われたんか。マジか。あ、ちょ、取られたんだけど。マジかよ。全然予定外。で、これ、借り出されるっすよね。そこには誘導されたくないんで。もっとミノ引っ張りたいところ。ただ、誘導されてしまう。ただ倒せますね、これは、ミノは。ミノは倒せるっすけど、カニも倒してほしいけどな。どうかな。ん？何入った？え？何入ってんの、これ。キャラいるんだけど。あ、こっちキャラいるのにブルガガなんか殴ったり殴んなかったりしてる。何それ。ノードある。今見ました。え、ブルガガさ中型殴ったりなんかこっちの後ろ殴ったりしたんだけど、何今の。あ、でもセイヤさんでもデンデさんでもないな。これ相手スキル11持ってないわ。これプリキュアスキル発動率やば一生スキルって話したの。出てこなかったな。あ、俺も持ってないじゃん。やろうじゃん。持ってるよ俺。ラストかと思ったけど、ちょっとこれ再戦で終わろう。再戦して、まあ多分相手からも再戦来ると思うんで、それで終わりましょうか。プリキュア、ブルガっぽいっすね、普通に。え、誰？ 1700 だけど、これプリキュアのあれ持ってなかった、D0。まあフレンドじゃないから分かんないっすね。誰だろう。さっきの筆良かったんだけどな。良くない。あー、行きましょうか。まあ、ネズミもミリオン向こうだし、バットワンちゃんとチビブルがいるんで、まあ、プリキュア見れるかな。スケはちょっとプリキュアにやられちゃいますけど、まあ、別にそこは問題ないかなというわけでやっていきましょうか。さて、砦では狙いに行きます。あ、これまずいかな。大丈夫か。あぶね。まあここしっかり見て。さすがにハンネプリが強くて結構削られますね、歪んでるのに。ただ出てくるのはそれ。ちょっとそれめんどくさいんで打ちましょう。でお相手ブルガなんで。あー、しかもカニもまた引かれてますね。うん、面倒ですね。そこ大砲打ちたくない。
さあこのね足元置いてあげると あいつあれなんだっけ、ケトシーね攻撃できないんで、ここで止めてあげれば相手にあれされずに倒せますね。ただカニがね重くてあれなんで、カニはもうネズミ置きましょう。カニじゃねえ、あのプリキャ、どうせカニで通んないんでネズミ倒していく。でもやっと1本目ですねこれ。でウルフも2本目、全然キャラ残ってんな。よいしょ、チビブル切って、これで決闘士あと1体ですね。とりあえずでもこれ攻めらんないですねこのままじゃ、お互い大型切らないんで。でも相手裏ブルガなんでこっちも攻めらんないんで、なんかなって感じ、しょうがないですねこれ。うん、残り5秒で出てくるもんな。ブルガ、俺の周りが出てくるまで待ってましたね。これは無理、しゃーなし。いや、 やっぱね思うんすよ、ハンデキャップ中って強 P 下がるみんな言うけど本当に下がった。うん、こっちもハンデキャラ使うんだけど、なんだろう、なんなんだろう、なんでなんだろうな。ハンデキャラを使うでも使われるで、普通普段よりも安定しないんですよ。まあ多分単純にそのハンデキャラを固定することによってハンデキャラ VS ハンデキャラにはならなくて、要はハンデキャラ VS 他のキャラってなるじゃないですか。その他のキャラがやっぱ蹂躙されちゃうから、どうしても不安定になるんでしょうね。安定感がなくなるんでしょうね。まあだからなんでしょうけど、まあでももうちょっとやろうかなとは思いますけど、まあキメラ使うかコラボ猫使うか分かんないですけど、まあそれぞれねちょっとねいろいろ使って、まあちょっと安定する方を、試しながら、で安定する方決まったらそれでちょっと強 P 上げようかな。8月じゃない、9月の、11かな、11から13だったかなに、またフェス予選のねソロがあるんで、はい、それをね狙うためにも今のうちにね強 P を1750台し1800までね上げられたらいいかなと思いますんで、頑張って狙いたいと思います。というわけで、よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。